皆さんこんにちは非常識な教室集客コンサルタント高橋坂子です本日のテーマは集客の成功のポイントはお客様が本当に欲しいものを見極める目というテーマについてお話をしたいと思います、えー、私はコンサルタントをやってますのでいろいろなシーンとか、まあ、いろいろなタイミングでご相談を受けるケースが多いです でえー、最近、まあ、新しい方とお話を伺うケースが増えていてでその方たちと、まあ、あのこれから事業を始めていくという場合に、まあ、作り込みというか、まあ、コンセプト設計とかやっていくケースが多いんですけれどもその際にですねあの、まあ、向いている視点というか、えー、と目がですねやはりあの自分が事業を起こしたいわけなので。 自分ができることから、まあ、当然事業は起こしていこうというふうに思うからあの独立しようと思うわけなんですけどその際にあのリサーチが必要という話は、えー、もちろん私の方でさせてはいただいているんですがそのどこの範囲までリサーチするのかっていう話で数字の部分とですねあとまあお客様が欲しいものをどういうふうに見極めて考えて そこに合わせて設計をしていくかっていう、まあ、この辺りをですね今日は中心的にお話をしてみたいいと思いますまずですね事、まあ、業をしようという時にそうですねあの自分がもちろんできる技能と能力からサービス提供っていうものは考えるわけなんですけれどもその際にですね、まあ、何点かまあもちろん考えなくてはいけない部分はありますね。 えー、そもそも市場が日地すぎる場合には、えー、その市場で、えー、果たして自分が欲しい集客量を確保することができるのかどうなのかっていうのをやはりチェックしなくてはいけなくて、えー、その際に考えるべきものは、えー、お客様がいそうな潜在市場の規模ですね。例えば、えー その自分がやろうとする領域のキーワードとかそういったものを調べている人が10万人いるのか30万人いるのか100万人いるのかっていうまあその市場規模を調べるっていうのがま,あまず第一手目にあるんですけれどもその際にですねあの当然競合他社と呼ばれるものですねえ例えばあの先日ご相談お話を お聞きしたのは、えー、インテリア書道をやっていきたいっていう方だったので。 まあ当然まあ書道教室とかも調べることにもなりますしまあインテリアっていうの書道っていうことになるとまたもうちょっと領域が絵画とかあのそういう絵とかそういう領域とかと比較される部分ではあると思うんですよね。インテリアだから飾る絵と書の中間みたいな感じになるのでまあそちらも競合他社みたいな形になってくると思うんですよね。 そうすると、まあ、あのその自分が仮にインテリア書道をやりたい、まあ、私がじゃあインテリア書道の教室を起こそうっていった場合に、まあ、まず希望的にどうなのかっていうのを調べた場合にもですね単なる書道教室の数を調べてもあんまり意味がなくてですね 書道を習う理由と例えば大人の女性ですねその人が書道を習う理由インテリア書道を習う理由っていうのは大きく変わってくるはずですね小学生は大体ですね親御さんが決定権を持っていてその教室に行かせようかどうか親御さんが決めるケースが多いのでその時何を望んでるかっていうと例えばゆっくりこう書に親しんで落ち着きのある子どもに育ってほしいとかですね字が汚いとやはり恥ずかしいから。 綺麗、えー、な字が書けた方がいいっていうことでまあさせるようなケースとか、まあ、いろいろあってご本人がもちろんお子さんが行きたいって言っているようなケースとかもあると思うんですけどもおそらく親御さんが行かせるかどうかを、うん、最終決定をしてそれで通わせることを決める主体的に子供が選んでるっていうのは多分稀なケースですねでも例えば OL さんとかそういう人がインテリア書道を習うって言った場合にはおそらくもちろん綺麗な字を書くっていうのも ありなんでしょうけれども自分自身のまあ癒しのためにそれを書いてる時間が好きとかあとはその出来上がった作品を自宅に飾ることで心が癒されるとかそういう部分があったりとかあとはその素敵な字というかインテリアの書ですねこれを友人にプレゼントをするとか。 まあ、多分いろんな動機があると思うんですけれどもあの、まあ、その書道一つを取ったとしてもですねあそのお客様が望むものっていうものが対象によって全然変わってきてしまうんですよね。ですからあのコンセプト設計というのは絶対に誰に提供するのかその人はどんな喜びを得ることができるのかっていうのは必ずセットになっていて。 しかもそれがご自身が提供できるスキルと相まった時にどういうものになっていくのかっていうのを常に考えなくてはいけないんですね。特にあの全く でそのえー、教室をやったことがないのに教室をやっていくとなるとその辺りが博打に近い状態にある意味なっていっちゃいますねやったことがないことをやっていきますのでですからあのデータリサーチっていうのは、まあ、当然大事なんですけどその時の徹底的に考えなくてはいけない視点っていうのはそのお客様が一体本当は何が欲しいのかっていうことを、えー、考えた状態で。 サービス展開をしていかなくてはいけないんですね。ですから、まああの自分がやりたいことを先に教室のあのメインの確認してしまう方も多いんですけど、えー、募集したいお客様を先に考えないとですね、えー、集客がやはり大変っていうことになります。で、そのじゃあお客様が本当に欲しいものは何なのかっていう場合なんですけれども、まあ特に書道、例えばインテリア書道とかいう場合には。 その書がまくなることっていうよりはアートに近いものですよねそののアートの感覚をこう自分で手作りで作っていくないしは書いていくっていう多分そういう自分が欲しい嬉しいと思うようなタイプの人とあと成果物に対してそれを自宅に飾るから覚えておきたいっていうタイプの方といろいろいらっしゃると思うんですよね。 ですからその人たちに向かって例えばですね、字がこんなふうにうまくなりますよっていう、えー、キャッチコピーないしは外向きの募集の仕方をしてしまったらまるっきりずれてしまう別にににに字が上手くなななるるためにそここ行っていいわけではないということうりますね。だからまずはその本当に欲しいものを見極めた上でえで、ー、自分の教室のコンセプトを作っていかなくてはいけないのでここがまず第一段階でずれてしまう方がいらっしゃる。 えー、本当に欲しいものっていう観点で考えた時です。で第2弾はですねその本当に欲しいものがじゃあ例えば、えー、書とか文字を書くっていう、まあ、そのことにおいて癒しとか自分の達成感とか喜びを得るっていうことを、まあ、教室に来るゴールに仮にしたとします。そのとしは書の世界だけではなくてですね。ねあのえ とかでも癒しが得られるんだったら絵でもいいじゃないかっていう話になりますしあの他にも例えばもっと雑貨ととかかハンドドメイドとか色々ありますよね例えば女性とかだとそうですねアイシングクッキーとかえーあとはグルーデコとかなんかそういうビーズとかね。 作っていくようなそういうものだってハンドメイドっていう意味で癒しっていうことになったらある意味一緒の領域になってしまうんですよねだから競合他社を本当にもちろん書,書の中で考えるっていうのはもちろん一つなんですけども癒しという切り口に変えた場合には今度それを与えられるハンドメイド的なものは 他にも色々あってその中で何で書でないといけないんですかっていう話になっていったりとかするのでお客様の欲しいものが叶えられるのが必ずしも自分の業界だけではない場合にはその周辺のものも競合他社と呼ばれるものになっていってていしまうんですね今の場合でいうと、まあ、じゃあ書くっていうことだけに特化した場合にですね、えー、と絵,絵の領域も例えば水彩画とか 油絵とか、まあ、なんかちょっと変わった絵とかいろいろありますよねそれを習うことで例えば癒しが得られるとしたらじゃあインテリア書道という領域は書でありアート、まあ、絵でありっていう中間だった時に。 癒しを求めるレベル絵で癒しを求めたい描くことで癒しを求めたいっていう人がじゃあ水彩とか油絵とか本当の絵じゃない方のインテリア書道を選ばなくてはいけない理由は何なんだろうかとかそのあたりも深掘りする必要がありますね一番いいのは習いたい人にそれを聞けるっていうのがもちろん一番いいんですけれども全てが別にそういうわけではないのでそのあたりはあのー 実際の人に聞けるのが一番いいんですけどそうじゃない場合には想像してていいいかなくてはいけなくはけですよねですからあの望みが、えー、ただ単に字が上手くなるっていうことだけじゃないものにお客様の望みないしは本当に欲しいものがシフトしていった場合にはですね、えー他の 領域似たような業界領域も、まあ、いわゆる競合他社になっていくっていうことになりますのでそちらの状況と内容も調べなくてはいけなくてさらにそれと比較をしたとしても自分の教室を選ぶ理由っていうのを考えてあげてそれを外向きに発信して差し上げないとですねあの選ばれる状態を作っていくことが難しくなったりする場合もあります。 そして3つ目ですねさらにあのもっと言うとお金の価値というものをその人が何に重きを置いているかっていう段において選ばれる教室になるのか選ばれない教室になるのかっていうこの視点も出てきたりします。例えば、まあ、若干習い事の教室としては高めの方になりますけれども分かりやすいので仮に受講料が1万円だったとします。例えばインテリア書とかその時に その1万円っていうのはあの習い事のさっき言ったえ油絵とかそこと違う水彩画とか習うのも仮に1万円だったとしてそこと比較して賞を選ぶばかりではなくてですねあのその人間その人にとってマーケティング用語では「ペルソナ設定」って言いますけれどもそのペルソナさんがですねあのー 使う1万円の価値を、まあ、ライフスタイルの中でですね自分のどこにお金を落とすのかっていうところで選ばれるっていう要素も実はあったりします。例えば1万円っていうものが教室に払おうっていう人は教室に払うし、えー、お洋服洋服が好きな人とか洋服に同じだったり洋服に払いたいっていう人もいる。食食事を食べるのが好きで あのこういう例えばイタリアン好きな種類のイタリアンとかがあってそういうものを毎月食べ歩くのが好きっていう方は当然そちらにお金を払っていくことになるしパソコンとか機械物が好きっていう方は、えー、そちらの機器を買うのにお金を使っていくかもしれません。だから、えー、っと受講料の,あの価値観 その金額の価値観っていうのは必ずしも同業他社だけではなくその人が好むであろうライフスタイルの中において生活の中においてどこにお金を落とす人なんだろうっていうのもあの想像した上でえ自分の業界がそこにあるないしは自分の教室の特徴がそこにあるっていうこの3方向ぐらいからのですね深掘りをしないとですねあ商品自分よがりで作りましたえ発信しました 集客できませんっていうことになってしまうんですね。だから。 本来は例えばそのページとかにどういうサービスをやりますよっていうのがあればそれをやりますよっていうことが書いてあればそれで決まっていくっていうあのそれが本当は一番理想ですよねですからその際にはお客様は本当に何が欲しいんだろうっていう視点で考えた時には自分がターゲティングした方の最低でもライフスタイルは理解と把握はしなくてはいけないです。 あの30代の子育てママとですね50代の有館マダブではライフスタイルが全然違いますよねだって少なくとも子供は育ててないわけですし卒業というか手を一通り離れるような年齢になっていればそこはもう自由に動けるようになるわけですよね。そうすると例えば子育てしていう意味でなかうなかいう意味ではかういう意味ではそういう意味ですけれども、ピンポイントのこの時間からこい時間しか習えうい,いう意味ではそういう意味ではそういう意味では あとは曜日がこの時間この曜日ならいいけどこの曜日はダメとかっていうのが出てくるっていうのがフリーな自由に動ける大人よりももっと制限は多くなるはずなんですよねなのでそのライフスタイルが分かるとですねまそういった発信の環境を整える部分とかももちろんそうですし まあ、もちろん大元でまコンセプトなんですよ。その子育て中のじゃあ彼にお母さんがどういう地上でインテリア書道を習いたいんだろうとか。 50代の方がどういう理由で習いたいんだろうっていうのは全くおそらく習いたいた事情と理由が違うはずなんですよねだから身近に呼ぼうとしている人にかなり近いタイプの方がいらっしゃれば何で習いたいと思ったのかっていうのは直接聞いてしまえば一番早いんですけどまあ初期の頃でそれすら聞けないような状況だったとしたらそれを実際にあのどんな感じかっていうのを想像しながら。 かないといけないななとけ想像するってことはそのペルソナないしはそのお客様が行くであろう場所とか、えー、行動するであろう一日のスケジュール読むであろう本見るであろうテレビとか、まあ、そういったものを一通りこり知っておく必要があってその上で自分の教室ないしはサービスが成り立つっていうことを考える想像力が 特ににに新規で授業を立ち上げる方のの場合にはどの道必要になってきますだからあの本当にお客様が欲しいものを見極めるっていうのはレッスンによってスキルが上がることはまあもちろんなんですけどある意味それっていうのは当たり前で例えば心の充足とか癒しが欲しいとかそういったものを提供していくっていう段においては。 競合他社は同業界だからお財布の中の1万円の取り合いっていうことになりますね家電を買っちゃうかもしれないし映画とか旅行に行っちゃうかもしれないし洋服買っちゃうかもしれないしってその中でもその人にとっての1万円っていうものの優先順位が高ければ教室にも当然来てくれます。 だからこれは逆流から考えていきますけどね教室にも来てくれるその教室はどんな種類の教室癒し系のアート系の教室だったらどこでもいいのかっていうところからさらに、えー、インテリア書道っていう領域に絞ってもらうっていうその動線をこちらがデザインして選んでもらうようにスムーズにこちらに流していくっていうことを設計してあげないといけないですね。最終目的は 申し込みっていう段においてはあのウェブサイトホームページとかの,その申し込みのことが書いてあるページの出来の良しあしっていうのも非常に大きいんですけれどもその手前のところですね発信自体もあのどういう発信をしていけば、まあ、そういう方が集まってくるのかというのを理解して発信する必要がありますね。だから言言葉で言ってしまうと あのお客様が本当に欲しいものを見極めるなんていうのはあーすごくシンプルで簡単そうに聞こえる言葉かもしれませんけれどもそれはこういうものですっていうのを言い切るためにはその人の考え方あと環境過ごし方それを想像できる想像力がないとうーんコンセプトをきちんと作っていくっていうのは実際に難しいんじゃないのかなっていうふうに思います。だから 集客の成功のポイントっていう部分で本当に欲しいものを見極めるっていうお話はしているんですけれどもこれが深掘りしないで浅く掘ってしまうとこういう技術が習えますとかそういうスキルが身につきますっていう程度で募集をかけてしまうとものすごく教室が多いような業種業態の領域だった時にはあーその。 教室に行こうというのを選んでもらうっていうのがそもそも多分大変なはずなんですよねですからここは時間がかかってもじっくり作るべき内容でこれができてから初めて発信いろんなそれが Twitter なのか YouTube なのか Facebook なのかブログなのかは別としてですね。 この子をちょっとねあの頑張って、えー、考えるの疲れてしまったりとかもするんですけれどもしっかり作らないと集客も大変になるし制約も大大変変にになななるるし制約のであの自分のやりたいことで起業するっていうのはもちろん反対はしませんけれどもその後の事業がうまくいくように軌道に乗せる その速度とかタイミングとかそういうのを考え持って知っててもですねやはりお客様のことを深く知り分析をする、まあ、本当に欲しいものを見極める目がどうしても必要になってくるだなというのを、まあ、最近特に新しくコンセプトを作るようなお話をするケースが多かったので、まあ、そちらの方を感じたっていうことをまあ,あの 実際に皆さんにお伝えしようかなと思ったのが、まあ、今回の話のきっかけですですからあのやりたいことをやるのは構わないんだけれども、えー、本質的にそのお客様がですね自分がターゲットとしている方が何を望んでいるのかに対して答えていけるようなあそういう設計を作っていく必要があるのでそのためにはさっき言ったような、まあ、3点のリサーチですね。まあ、1点目は そもそもその業界はニッチな業界なのかそうじゃない業界なのかっていうのを調べる必要があるしえ同等の類似のようなものを教えているようなえ業種業態があったらそこと比べて自分のえーサービスやろうとしてるサービスっていうのは支持される内容なのかどうなのかっていうのを言い切れるかどうなのかっていうのが1点とで3点目は同じ例えば1万円っていう価値があった時にその自分が定めた ペルソナっていうののは何を優先順位にするタイプの人なんだろう、まあ、だから当然自分の教室に来てくれるような価値観を優先する人を集めるのが早いというあのそれを理解しながらサービスを作っていくっていうのが必要になりますのでこちらはね是非深掘りしてご検討してみていただければというふうに思います。それでは